いやー、ナオミチ君、また会いましたね。どう、ナオミチ君、また変な夢見ちったな。また会えてるし、私はずっとあなたの顔を捨てないで。怪しい儀式とおふくろのありがたし、なんだろう、この話。おい、後ろのやつ剣持ってるぜ。こっちは丸腰だ。めちゃだぜ。何事だ、我が儀式が邪魔するな。ナミさん、助けに来てくれたね。お前、ヒロインの名前を選んでください。それでいいや、これもね。に、こらすな。その名前は、ってことはこいつもパラメーターを、なにこいつパラメーター、あなたに会えるのはまだ先のこと、そしていつとは別れるそうだね。いつか私に会いに来て。オートマッピングプログラムが完成したので送ろう。あ、これ超便利なんですよ、これ。隣、女の子の名前、隣の小夏さんだったような。何が赤くなってんの、嘘よ。変なジジイがお前を探してた。じゃあそのジジイ、変なジジイとやらを探してみましょうか。あー、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。
かってる分かってる。これね、一番最初のボスなんですよ。今からやってみタイトって何かっていうとですね、ここ何かっていうとですね、今の邪教の館っていうのはですね、
あ、ここで逮捕されるのか。君も使ったんですか。あ、君は直道君ですか。ないんですね。僕は風です。覚えてますか。聞いてください。僕の彼女が行方不明になってしまいました。彼女を探しているうちに悪魔が襲ってきて、戦っていったら警察に捕まったんです。彼女を早く探さないと。逮捕したのにどうして病院に入れるんだ。本当そうだ。君は私が作ったプログラムを役に立ってるかね。かつて私は瞬間移動装置ターミナルシステムを開発した。ところが実験中に偶然悪魔を呼び出してしまったのだ。私は悪魔を何とか倒したが、大怪我をしてしまった。その苦い経験から悪魔を仲間にすることができるプログラム、悪魔召喚プログラムを作ったのだ。ターミナルが悪魔へつながった、魔界へつながったということを知った後藤という男が悪魔を呼び出し操ろうとしている。私は悪魔召喚プログラムを大勢の人たちに送った。悪魔を操り人を増やして悪魔の無秩序な判断を止めようとしたが、使いこなすな難しいわ。そして悪魔のデータを分析し、記憶し、いつでも見ることができる。アナライズを手に入れた。さあ、2階の院長室へ来たまえ。ドアを開けておいた。そこでもう一つのスイッチを切れば外へ出られるはずだ。あ、思い出した。さっきの塔の前にもう一つ、こんな簡単にレベル上がるのか、これ。まだやり残したことがあるな。私も実験の問題になってしまう。
で、これで仲間になったんで、サーモンと。トーク。なんか、ちょっと長さになるわよ。キャーハハ、かわいいハハ。息になってます。嘘つき、キャーハ。あー、倒しちゃったー。倒しちゃったー。違う。助けてくれ。改造手術なんて嫌だ。マチェット持ってんのか。あー、ボスだからまだあれだな。その先って確かボスだったからまだ。あれはゲットしておきたいな。ピクシーは仲間にしておきたいね。さっきはピクシー仲間にしても失敗したけど。
ていうところ